こんばんは。11月11日夕方のいばキラ TV ステーションの時間です。本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ大沢さん、はいはい、僕ですね、昨日おととい、はい、ちょっと楽しいところ行ってきたんですよ。あ、どこですか？支援祭。あ、この間のいばキラ愛のコーナーに来ていただきましたよね。そうです、はい、その模様ですね。本日のいばキラ TV で、ね、たっぷりお届けしたいなと思うんですけども。あ、学祭、いいですね。本当ね、僕だって大学卒業したのが、はい、6年前ですよ。6年前。なんかね、こう言ってるとですね、はい、年のこのもう年取ったんだなっていうねちょっと悲しくなりました僕大学生がいっぱいいて、そう、気持ちは若いんですよ。そうですよね、気持ちはね、皆さん変わらないですよね。そう、はい、変わらないんですけど、やっぱりこうね、現実のね、本当に若い人たちとこうね、はい、会うと違いが、その年の差たるや否やひしひしと感じました。そうです、もうね、僕も若くないんだなと思いながらでもですね、でもしっかりとですね、はい、学生と一緒に混ざって楽しんで取材してまいりましたので。そうですか、楽しみですね、はい、その模様をね、どんどんお届けいたします、はい。さあ、そして毎週ですね、こう週の初め、はい、いばキラ愛夕方はですね、NPO のお話たっぷりお聞かせいただいておりますので、はい、茨城新聞との連動企画ですね。そうですね、市民社会を作る、はい、はい、もうね、だいぶ僕そこら辺のね、人には NPO についてね、はい、もうその人、そこら辺の人よりは僕詳しいですからそうですよね、はい、毎日ね、毎週のようにお勉強させていただいてますので、県内のいろんな NPO 施設がありますね、はい、でも本当大事だなって思いますよ、はい、うん、しっかり ね、お話、こういった活動 もう県内外の人も国を挙げてね、みんなで一人一人の気持ち次第ですから、はい、本当大切なお話毎週お聞かせいただいておりますので、今日もたっぷりですね、はい、お伺いしますので、お楽しみに、はい、それではいばキラ TV ステーション行って行って。いばキラ愛です。毎週このお時間は茨城新聞との連動企画、市民社会を作るをテーマにお話をお伺いいたします。本日お越しいただきましたのは、ふうあいネット事務局の天井裕司さん、そして NPO センターコモンズの大野聡さんにお話をお伺いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日のテーマは福島と茨城をつなぐということですけれども、まあ、オープニングでも僕お話ししましたけれども、まあ、NPO の話、いろいろな活動を本当いろいろな分野で行われているなっていうのは本当毎週お話聞いて、だんだんこう理解して、もう始める頃とはもう運命の差ですけど、そうですよね、はい、いろいろしてきましたよね。そうですよね、はい、でもこの風合いネットというお言葉は初めて聞いたんですけれども、風合いネットとはどのような活動をされているんですか？はい、ですね、まあ、2011年の震災と原発事故の影響で、はい、茨城県内には岩手県、宮城県、福島県の方々が3700人、避難をしているんですけれども、そうなんですね、なんとかそういった方々、その方々につながって支援をしていた方々っていうのはこういろんな関わりがあったんですけど、いろんな地域でやられていた方々が当初よりいたんですよね、はい、でそれでただバラバラに活動をしていたので、これじゃちょっと支援が薄いなっていうところから、はい、もうちょっと連携してできないかなっていう動きができてきたんです、で今現在28団体がですね、はい、参加する形で、ネットワーク組織として、はい、支援活動をやっております。そうなんですね、まずこの風合いネットっていうお名前なんですか、うんうん、はい、これがですね、福島県と茨城県がもうちょっと つながりがあるような名前、イメージを伝えたいなということがありまして、福島県の F というアルファベットで書いたときの F という字と、はい、茨城県の I という字を合わせまして、風合いということで名付けて活動をしているんです。これは天井さんがつけられたんですか？いえいえ、そういった方々が集まる会議があって、うん、まあ、こう今後活動していくんだったらどういう名前がいいかななんていうことが話し合われて、はい、あ、じゃあ風合いがいいんじゃないっていうことで、うん、いいですね、はい、その本当福島と茨城の頭の頭文字ですよね、ローマ字表記の、それで風合いね。そうなんです。これそのきっかけっていうのは何だったんですか？そうですね、まあ、その先ほどもちょっと申し上げたんですけれども、はい、それぞれ、まあ、身近な
避難所とかに支援に入っていた方々がいたりとか、はい、まあ、それぞれこう世代を絞って支援をしていた方々がもう当初よりいたんですけれども、はい、まあ、その方々が何て言うんですかね、まあ、課題を共有したいな、もうちょっとこう何て言うんですかね、支援を厚くしていきたいなっていう動きがちょっとあって。でまあ、そこに福島県の職員の方々が、はい、茨城県でももうちょっとこうネットワークを組んで、活動ができないかなという打診を、まあ、いただきまして、はい、まあ、それで、まあ、きっかけとしてはその2012年の1月2月にですね、はい、支援物資がコモンズとして集めていたものがありまして、はい、でそれをなんとかお届けしたいなということがそういった機会を設けることができて、はい、まあ、そこで、まあ、2会場で1000人の方が集まったんですね。結構の数ですよね、はい、1000人していますと。当時3600人ぐらいの方々が、はい、まあ、茨城県内にいましたので、はい、まあ、3分の1ぐらいの方が、まあ、いらっしゃってですね、まあ、その中でいろんな声を聞くことができたんですけれども、はい、まあ、支援今までなかったんだっていう話であったりとか、まあ、全然情報がないんだよとか、今日並んでるうちに地元の人に久しぶりに会ったんだっていう話を、まあ、聞かれて、はい、うん、あれじゃあこうもうちょっとこう、まあ、その時に参加された方が茨城県の本当にいろんな地域から集まられていたので、はい、まあ、いろんな地域で、支援活動が必要だなということになっていたわけなんですね。まあ、その避難している人にとってみるとやっぱりその、まあ、昔ね、小さい例えば集落何かでお住まいでこう皆さんまあ、避難されてきたんですけども、うん、はい、誰がどこに避難したのかも全然わからない状況 で、そうですよね、お互いなんかこう本当に出会う機会もないというか、うん、はい、点でバラバラで見知らぬ土地に、まあ、1人というか家族で来たっていうケースが本当に多くて、うん、じゃあまあそういういろんな人が出会う場を作ろうよということでこう活動している団体がネットワークを組んだのが、はい、まあ、フワイネットっていうその事務局を今あまりがやってる。へー、そうなんです。そういったまあネットワーク、うん、その団体ごとが組むことで、うん、そうですね、そこでもこう情報交換ができるってことですよね。そうですね、うん、今まで取り組んでいた活動をまず共有しようというところがあって、はい、まあ、そういったつながりができたことによって、はい、例えば県北のところに避難をしている南相馬の方がいるとし、まあ、今いらっしゃるとしたときにですね、はい、でまあ、片やまあ、県南の方でも南相馬の方がいらっしゃったりするので、まあ、そういったことをなんか話をこうしていくうちに、あ、地元の商店街が同じだったっていうこともあったりしたので、はい、そういう横のつながりもできてきたのかなっていうことなんですよね。あともう一つその、まあ、ネットワークでつながりができて、まあ、一つ良かったなっていうことは、まあ、これからご紹介するこの、まあ、風合いお便りっていうものなんですけど、うん、はい、じゃあちょっとそのご紹介を、はい、うん、あ、今日お持ちいただいてるんですね、はい、こちらでございます、はい、こちらはどういったものになるんですか。はい、こちらがですね、その、はい、まあ、風合いネットに加盟をしている団体の方々が、はい、それぞれ持ち寄った情報を企画をしている交流会とかですね、まあ、相談会ですとか、例えばちょっと専門分野の相談を載せたものとかですね、はい、テーマを絞ってちょっと対談方式で語ってもらうような、記事が載っている、そういったものをまとめた雑誌でございます。はい、そうですね、これは、はい、最近発行されたんですか。そう、10月発行で、ね、はい、これは最新号は10月末で、はい、現在、まあ、各家庭に届き始めているかなというような状況です。うん、はい、そうなんですね。これもその、まあ、いろいろ今画面に出ているその交流会の情報であったり、はい、避難されている方にすごくこう役立つような情報を、まあ、特集してやってるんですけども、これもその、まあ、我々避難している方を支援する団体にとってはその、まあ、誰に届けていいのかっていうのはそもそも分からないわけですね、はい、個人情報もちろん持てないので、はい、ただそのネットワークとして連携することで今これは茨城県ですとか県内の各市町村の自治体に協力いただいて、はい、でそこにこう我々がお届けして、でそこの自治体の方がその個人情報が入ったラベルを貼っていただいて、それでやっと届けられるっていう、だからこう全県的に風合いネットとその各自治体がこう協力して、はい、協力しないとできないんですよね。それもやっぱり一つの団体だけだとできなかったので、こういういろんな団体がつながって初めてこう自治体と連携できたという、そういう事例です。やっぱりできたことで良かったこととかってありますか。そうですね、作って実際にその届いた方の声とかっていうのはどういった、
そうですね、まあ、こう見て、実際に交流会にこう参加してくださっていて、はい、悩みを分かち合う仲間ができたっていう方であったりとか、その、まあ、茨城県内にその福島県の方々が作ったグループが10グループぐらいあるんですけれども、はい、そういった出会いの中で作られてきたっていうものもいくつかありましたので、う、はい、そういう意味で、少しお役に立てたのかなというふうに思いますね。実際に今回の号を見ていただいて、はい、その、まあ六甲の方に避難されている方からお問い合わせがあって、はい、そういう避難している方がこう声を出していいんだと、うん、自分から何かこう伝えて発信していっていいんだなっていうのをこれを見て思って、じゃあちょっと今後何かいろいろそういう交流会とかに参加してみようかなとか、うん、何かちょっとここに載せてもらう文章を作ってみようかなっていう、そういうふうに思ってもらったっていうことはすごく大きな成果ですね、うん、嬉しいですよね。やっぱこう、うん、なんか今、まあ、情報社会ですので、うん、インターネット、うん、こういう電子情報はいっぱいありますけども、うん、紙面にしたことで改めてそうやっていろんなお話とか意見が伺えるっていうのはまたちょっと新しい発見ですよね、うん、そうですね、紙面にしたことでっていうね、それはちょっと面白いですね。結構読んでる方もこうおじいちゃんおばあちゃんが意外と多かったりとかして、うん、はい、なかなかそんなにこうインターネット普段から使ってる人でない人もいますので、うん、確かにそうですよね、うん、これからも大事になってきますね。そうですね、はい、それではここで一旦お知らせです。茨城空港から出かけよう。これまで今ご紹介いただきました風合いお便りとかの情報誌の作成なども行ってきたと思うんですけども、それ以外にどういった活動をされてきて、なんか具体的な他にもどういった成果とかがあったかあれば教えてください。はい、主にやってきたことといいますと、まあ、3つぐらいになるのかなと思うんですけれども、はい、まあ、会う場を作るということで交流会を、はい、やるということ、悩み相談といいますか専門相談ができるようにということで弁護士の方に協力いただいたりして、はい、弁護士の法律相談をやったりとか、あとはそうですね、まあ、先ほどの取り上げていただいたような風合いお便りのような情報を届けるというようなことをしてきました。はい、でその、まあ、情報、昨年度はその情報をお届けする中で、はい、150回ほど各地域の団体が合わせた数なんですけれども、はい、150回ほど交流会をすること、150回の交流会、はい、3日に1回以上ですよね。そうです、まあ、ごめんなさい、普通の、ね、単純計算ですけども、うんうん、そんなにやってるんですか。そうなんですよ、これもやっぱりね、うん、我々だけではもちろんないので、はい、県内にいる28団体がそれぞれこう自主的にやってるのをこう、150ぐらいになるんですね。すごい数ですね。それで、まあ、いろんな当事者グループといいますか福島の方々のグループができたりとか、はい、まあ、それぞれ皆さんで集まったり活動はされているんですけれども、はい、そのつながりを、まあ、ちょっと横からサポートするような形ができてきたのかなというのがありますね。例えばまあ、グループだけではなくて例えばもともと地元で小物作りを一生懸命やっていた方とか、そういったことが得意だよっていう方は、はい、この前ですとその龍ヶ崎でやった野外イベントの時にですね、はい、一緒に小物を龍ヶ崎の支援団体の方と一緒に出展をして、
その市場の中でですね、一番売り上げたとかっていう話をちょっと聞きました。うん、とても可愛いものだったらしいんですよ、ね。そういったことであったりとか、はい、地元で畑作りをしていたとか、はい、大工さんをやっていたっていう方はその特技を生かして、うん、畑を耕したりとかっていうのを、茨城県にいる団体の方と一緒にやったりとか、本当にいろんなことが、重なってきたのかなっていうふうに思いますね。いいですね、その交流会とかを通じて、いろいろなところへ広がっていくわけですよね、つながりが。なんかこう支援っていうとなんかこうすごく上から目線な感じがするじゃないですか。でもこう我々が大切にしたいのはその福島と茨城をつなぐなので、お互いこう対等にっていうとまあ言葉簡単なんですけど、同じ目線でどうしたら一緒にこう隣のこうまあ友達を困っていることをなんか一緒にこう考えられるかなっていうのを、そういうのを大切にしたいなと思ってるんですよね。だから先ほど出た情報誌もそうですけども、避難している当事者が自分たちで一緒にこう作っていくっていうことがすごく大切だなと思っていて、で今回もかなりね、そうですね、事務所のあるところにですね、浪江町の方がですね、何人か募りまして、今まで作っていたお便りについて感想をいろいろ言っていただいたんですね。で、これがダメだとか、全然これ見ないよとか、結構ダメ出しをいただいたりとかして、ワイワイお茶とかお菓子を飲みながらですね、今のお便りに新しいバージョンにで、することができました。この写真は、皆さんで意見交換をしているところということですか？そうです、まさに、その時の写真でございます。天井さん、僕と同い年なんですね。今見たのちょっと84年生まれ。84年です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こういうつながりも生まれるわけですよ。皆さん。つながりましたね。ちょっと一気に親近感が生まれますね。交流が生まれましたね。いろんな本当ことをやられてきているんですね。そうですね。これ今日視聴者の方でご覧になって、なんか参加したいなとか、年間150も去年やっていたのであれば、いろいろ近い時もありますよね。これからだとどういったことが行われますか？そうですね、まず作られたお便りっていうのがですね、どういった形で各家庭に届くかっていうことなんですけれども、実はこれ1700部を事務所の方でセットを作って、それから各市町村にお送りして、そこから各家庭に届くんですけれども、結構この発送作業というのがですね、1週間がかりくらいの作業ですね。40、50人関わってもらわないとできない作業ですので、ちょっとこういった時にお手伝いいただければなっていうふうに思ったりですね、あとそういった届いた後に交流会っていうのが企画されていますので、そこに参加していただいて、どういった方がいるのかなっていうのか、状況を聞いたりとかですね、楽しい話をして、気軽にも参加する中でこう、お互い顔見知りの関係になるといいなというふうに思いますね。今日ちょうど11月11日で震災から、2年8ヶ月経ちましたけれども、やっぱりこういう日なので、今日も今朝うちの事務所に電話がかかってきまして、東北に行きたいんだけど何やったらいいんだろうと。多分その方は以前ボランティアされた方だと思うんですけど、やっぱりそのだんだんと年月が経ってきて、こう何をやったらっていうのは、結構当初は、その津波のゴミをこう片付けたりってありましたけど、もうニュース見ていれば分かるようなことで、すぐ動ければっていうことですよね。身一つでできることでしたよ。そうなんですよね。今ちょっとこう具体的にこれをっていうのは意外とやりづらいっていうのはあるんですけども、例えばね、今いろいろ開かれている交流会のところに茨城県の人が参加して、茨城こういういいところあるんだよとかちょっと言ってみたり、まずはもう友達としてその交流会にちょっと参加してもらうだけでも、それも一つの支援の形にはなるかなと思います。なんか本当お話聞くまでやっぱりちょっと敷居が高いイメージがありますよね。NPO、そういう支援とかこういった奉仕活動みたいなものっていうのはなかなかありますけども、全然もう本当気軽にどこでも誰でも参加できますからね。今回のねこのコーナーも、市民社会を作るということで、一人の県民がそこに参加することでこう行政ではなかなかできないこともできるというのがあるので、まさに今回 その交流会に県民の方がお気軽に参加していただくというのも非常に大切かなと思います。そうですね、参加して参加した
からこそ見えてくるものとかもだいぶ変わってきますよね。今日お話しいただいたこととかを、もっと詳しく知りたいということはホームページなどご覧いただければ載ってる感じですかね。そうですね、はい、ホームページふわいネットで検索でも出ますかね。はい、はい、あ今出ましたね。はい、はい、こちら県内の避難者支援ネットワークふわいネットですね。お問い合わせも下に出ておりますので、ぜひいろんな方に参加してほしいですね。もう一つだけちょっとはい、お知らせしたいことがあるので、それを、ですね、実は冬に企画をしている、はい、ものがありまして、はい、まあ、こちらなんですけれども、はい、こちらがですね、12月25日から28日までの期間ですね、大洗から苫小牧に定期フェリーが出ていると思うんですけれども、はい、まあ、こちらにですね乗っていただいて、はい、まあ、小学校5年から中学校の方を対象にしているんですけれども、はい、まあ、この対象の方まあ、震災時にですね福島県の浜通りにいた方々、はい、を対象にしているんですけれども、まあ、この、まあ、茨城県に来てからっていうのを思い話しているのかなっていうのがとってもこう気になっていまして、まあ、この企画をした方は大熊町という福島原子力発電所の近くの、はい、地域の方なんですけれども、もう今その地域に入れない、見せてあげられることができないから、せめてちょっと思いを伝えたいな、はい、でもし子どもたちの中でそういう思いを発信したいな、共有したいなっていうことがあれば、その声をぜひ聞きたいということで、まあ、企画をしているんです。その船の旅の中で、はい、まあ、それぞれ思っていることを話して、でそこに参加した子どもたちが一緒にこう思いを共有して、あ、なんかもうちょっと一緒になんかやっていきたいなとか、将来こういうことやりたいなとか、はい、町のことを語ったりとかですね、はい、でそういうことができるといいなということで今準備をしているんです。今ちょうど実行委員会を作って、はい、じゃあ船の中で子どもたちはこういうふうにこう話す場を作ろうよとか、うん、そういうのを今企画しているので、ぜひそこに茨城の人も入っていただいて、はい、まあ、船に乗るのはちょっとあれだけど、はい、じゃあちょっと子どもたちはこういうことをやるとお互い楽しく交流できるかなみたいな、そういうアイデアをぜひ、うん、アイデアを出すだけでも、うん、そうですね、大歓迎というか、はい、ぜひ、はい、参加いただければと思います。ふわいネットで調べていただいて、はいですね、はい、本日は福島と茨城をつなぐをテーマにお話をお伺いいたしました。天井さんと大野さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、茨城キラーでした。続いては茨城新聞ニュースをお伝えします。大沢さん、お願いします。はい、茨城新聞ニュースをお伝えします。最初のニュースです。日立秋そば発祥の地として知られる日立太田市で9日と10日の2日間日立秋そばフェスティバルが開かれました。全国新そば食べ歩きコーナーでは
市内外の15店が出店し、地元からは蕎麦工房や金沢庵、金砂蕎麦愛好会、遊興塾、時和屋、茨城そばの会が軒を連ねて手打ちそばを振る舞い、広島県のだるま石火参謀など人気店には開店前から長い列ができました。会場は大勢の家族連れらでにぎわい、来場者たちはほんのりと緑に色づく新そばの味と香りを堪能していました。また常陸太田市の特産物やそば道具の販売、そば打ち体験教室なども開かれました。地元のが美味しくなります。私も地元のが美味しいなと思います。全部やっぱり地元の。あ、東京から来ました。美味しいそばの祭りがあるかなって話を聞いてやってきました。これかな。私はこれか、これしか。広島のなんかすごいいっぱい並んで買ったそばの、次のニュースです。高さ10メートルを超える津波を想定した国土交通省と県合同の大規模津波地震防災総合訓練が9日、ひたちなか市の茨城港ひたちなか航空を主な会場に154機関およそ1万人が参加して行われました。東日本大震災の教訓を踏まえたより実践的な訓練で、笠間市でも怪我人の救護を中心に防災訓練が実施されました。訓練はひたちなか市で震度6弱の地震が発生し、高さ 10.7 メートルの津波が襲ったという想定で行われ、航空自衛隊や海上保安庁、県警航空隊など空と海から被災状況を確認しました。警報が発表されました。津波被害が少ないと思われる高台へ避難を行う模様です。港内に沈んだコンテナを引き上げ、海から救援物資を運ぶ航路を確保したり、海に流された人を巡視艇と水上バイクで救助、堤防に残された人をヘリコプターで救出しました。また、けが人をヘリコプターで笠間市に設置された広域医療搬送拠点へ搬送したり、海上経由で届けられた救援物資を被災地に輸送する訓練なども実施されました。視察した太田昭宏国土交通大臣は、モデルになる非常に重要な訓練ができたと語りました。最後のニュースです。久慈川に遡上してくるサケの生育状況を把握しようと、サケ資源有効利用調査が久慈川で行われています。サケ釣りが楽しめるのはこの調査だけとあって、早朝から調査に協力する大勢の釣りファンが竿を並べ、サケの強烈な引きを堪能していました。この調査は、釣り上げた鮭の体長や頭部の大きさ、重量、性別などを調べ、鮭の資源保護に生かそうと実施されているもので、久慈川では昨年に引き続き2回目です。国内の河川、湖沼での鮭釣りは、水産資源保護法で調査以外では原則禁止されていて、久慈川以外では北海道や新潟県などでも行われています。今回の調査は、餌釣り、ルアー釣りとフライでの釣りで実施され、餌とルアーでの釣りは今月2日から10日まで、日立市の留大橋下流およそ1キロの左岸で、またフライでの釣りは今月12日から14日までの3日間、日立大宮市の富岡橋上流400メートルの右岸でそれぞれ実施されます。このうち日立市では連日
県内外からおよそ50人の釣り愛好家が訪れて、午前7時の開始直後から竿を入れ、鮭釣りを楽しんでいました。いや、びっくりしました。結構かからないのかなと思って、他の魚もやってるんですけど、やっぱり独特でやっぱり違います。すごく嬉しいです。一匹かけたんだけど切られちゃって、でその後すぐにまた来て、そうですね、引きが強くて本当に面白いですね、定着するようにこのイベントが、調査員ばかりでなくて、日立市民の皆さんが参加できるような、そんなイベントにつながればいいなというふうに思っております。以上、茨城新聞ニュースをお伝えしました。鮭はですね、僕はアルミホイルに切り身を入れて、ネギとキノコを入れてバターで閉じてチンするとすごい美味しいです。今週のプレゼントは高級銘柄牛、常陸牛です。うまいもんどころ茨城フェイスブックは、平成23年4月のスタートから皆様のご愛顧に支えられ、1万いいねを達成することができました。今回はその突破記念特別企画として、茨城県が誇る高級銘柄牛常陸牛を5名の方にプレゼントします。常陸牛は指定生産者の情熱と長い期間培われた改良や確かな技術に支えられて誕生しました。指定農家で飼育された牛が全て常陸牛となるわけではなく、日本食肉格付け協会が定める全国共通の格付け等級に基づき、 B4 以上の最高級の肉のみが常陸牛として認定されています。今回は茨城県から常陸牛5000円相当を Facebook と合わせ合計5名様にプレゼントします。応募期間は11月18日までとなります。応募は茨城食と農のポータルサイトおよびうまいもんどころ茨城 Facebook から。たくさんの応募お待ちしております。またうまいもんどころ茨城食と農のポータルサイトでは、茨城の旬の食材や県内の直売所情報、おいしい料理のレシピなど、茨城で作られた農林水産物についての情報をたっぷりご紹介していますので、皆様ぜひご覧ください。鮭のアルミホイル焼きはオーブントースターの方が100倍おいしいです。さあ、続いては茨城新聞ピックアップ、こちらの記事をご紹介します。伝統建築の知恵学ぶ桜川です。こちらの話題です。日本の歴史的建造物など文化財を守ろうと、茨城地域文化財専門技術者育成研修の現場研修が今月9日、桜川市真壁町の高久家住宅で行われました。建築士や設計士などおよそ30人が伝統的な土壁を作る工程や技法、伝統建築に秘められた知恵を学びました。研修は昨年度からスタートし、今回で2回目、終了するとヘリテージマネージャーに登録されます。高久家住宅は明治時代後期の建設とされています。土壁の土台となる竹を格子状に組み、縄で縛って作る竹小舞作りや、竹小舞の上に荒壁土を塗る作業を学び、実際に体験。土壁は土蔵と一般住宅では構造が違い、縄の使い方も異なるため、参加者は熱心に質問していたということです。さあ、続きまして2つ目の記事はこちら、赤レンガ幻想的明かり、常陸太田の話題です。歴史的建造物の周りを幻想的な明かりで彩る明かりの赤レンガとイチョウ祭りが、今月9日10日の2日間、常陸太田市の国登録有形文化財旧町屋変電所で行われ、夕暮れから手作りあんどんおよそ1500個に火がともり、赤レンガ作りの建物周辺が暖かな明かりに包まれました。祭りは今年で10回目、恒例のあんどんで描く文字の一つは、地元の私立喜八小学校の児童たちが選んだ木。一般公募で決まった和とともに夜景にくっきりと浮かび上がりました。会場は家族連れらでにぎわい、カメラを構える愛好家たちの姿も。
主催する市民団体河内の文化遺産を守る会の檜山会長は、寒いので客足を心配したが大勢の方が訪ねてくれたとほっとした表情でした。以上、茨城新聞ピックアップでした。続きまして、茨城県からのお知らせです。茨城空港では神戸札幌便が1日2往復、那覇便が神戸経由で1日1往復、春秋航空による上海便が週6便運航しています。また12月20日からは中国地方へ初就航となる米子便が神戸経由で運航を開始予定です。茨城空港発着の国内線ご利用の際は、航空券と宿泊がセットになったパックツアーがおすすめです。関西・北海道方面は1泊2日1万4800円から、沖縄方面は1泊2日2万8300円からと大変お得です。また今月から来年2月までの間、茨城空港発着便を利用した方を対象に、面白ユニーク旅自慢を募集中です。旅自慢は茨城空港 Facebook に掲載し、特に面白い旅自慢を応募いただいた方5名様には、茨城空港発着便ペア往復航空券を贈呈いたします。応募は郵便、ファックスまたはメールにて来年3月14日まで受け付けています。この秋この冬、茨城空港発着便をどんどん利用して、あなたの面白旅自慢をぜひご応募ください。詳しくは茨城空港ホームページ、または茨城空港利用促進等協議会、電話番号 029-301-2761 までお問い合わせください。続いてのお知らせです。平成25年度つくろう料理コンテストの高校生の部において最優秀賞を受賞したメニューを、県庁生協食堂ひばりにおいて11月19日火曜日に定食として提供します。本コンテストは県内産の食材を取り入れたマイホリデー朝食メニューをテーマに、児童生徒が自ら栄養バランスの取れた献立を考え調理することを通して食への関心を高めることを目的として平成16年度より実施しています。今回提供されるのは高校生の部731通の応募作品の中から選ばれた茨城県立鉾田第二高等学校3年友常優香さんの作品、茨城の野菜たっぷり香りと歯ごたえ楽しい朝ごはんです。定食のメニューは香りを楽しむエリンギご飯、豆腐でヘルシーシャキシャキレンコンつくね、簡単さっぱりお漬物、彩り野菜のトロトロ中華風スープで構成されており、五感で味わえる内容となっています。茨城県産の野菜をふんだんに取り入れているのでヘルシーですがボリューム満点です。ぜひ11月19日には県庁生協食堂ひばりにいらしてください。お問い合わせは県庁教育庁保健体育課学校給食担当、電話番号 029-301-5356 までお願いします。以上、茨城県からのお知らせでした。はい、大沢さんありがとうございました。つくろう料理コンテストの料理、いよいよ来週の火曜日19日ですから、皆さんぜひ県庁のひばり食堂までお越しください。さあ続いてはいばきらレポートです。さあオープニングでも話しましたが、こちらの支援祭、私行ってまいりましたよ。いいですね。はい、まあ、こちらですね、はい、茨城愛でも言ってくれましたけども、これ、ね、第64回ということで、支援祭のこのねテーマ、この祭りは無視できない、64と無視をかけてるんですよね。64と無視をかけてるんですよ。はい、そしてですね、まあ、こちらも行ってきましたので早速皆さんにもねご覧いただきたいんですけども、はい、この正門に早速、こうね無視できないモニュメントを発見したんですよ、私。モニュメント、はい、こちら茨城大学でですね支援祭行ってまいりまして、はい、その正門でございます。こちら、はい、お正門に見てください。この祭りの代名詞ともいえる提灯をですね、うん、抱えた猫のモニュメント、は、かわいいですね。そうです、その向かい側にもですね、はい、こちら支援祭第64回のこれ上にもですね、うちわを持った猫ちゃんがいるんですよ、モニュメント。花火もすごいですね。そうなんです、こうね、この壁画もお祭りらしい色使ってても、とても無視できないというこちらの正門確かに、はい、でですね、はい、僕こう中に入ろうとしました、すると、はい、無視
ね、何でしょう、無視どっちやねんって話ですよ、ええ、無視しちゃダメなのか無視してほしいのか、うん、これ角度変えてみたら分かるんですけども、はい、こう無視できないっていうね、なるほど、はい、テーマが書いていたんですよ、回ってみると分かるんですね。そうです。そしてこれね、中入りました、たくさんのお客さんと学生いました。わー、すごい人ですね。そうなんです。これですね、もう僕の大学の時のですね、お客さんというのは、はい、まあ、若い人多かったんですけども、結構ご家族連れとかですね、ご年配の方とかもたくさんいらっしゃいましたよ。すごい、はい、地域に密着した学園祭ですね。そうです。そして祭りといえばやっぱ屋台ですよね。こういろんなお店出てまして、はい、今年流行ったものをこうもじったパフェタチヌ、え、風立ちぬみたいな、はい、みたいなって、そうですよね。はい、そうです、パフェタチヌ。その他にもコスプレでね、はい、チラシ配ってる人とかもいっぱいいたんですよ。こちらアルパカさん、かわいい。はい、その他にもですね、はい、これ分かります？パッと見ちょっと分かんないかもしれないですよね。 あの映画館に出てくるカメラの人、ノーモアダメ絶対。そんな感じですよね。すごい、はい、手作り感満載ですね。手作り感でもね、結構しっかりできてまして、はい、すごい、はい、こういった方々もいましたし、こちらはですね、はい、うん、これ大荒れで大人気のガルパンの、あ、今人気ですもんね。制服を着た女の方もいらっしゃいました。うん、で僕もですね、いろんなお店回りまして、はい、いろいろ食べてきました。うん、はい、こちら唐揚げ、美味しそう。ケチャップがついてんですか？これケチャップだと思うじゃないですか、はい、実は違うんですよ。え、韓国のヤンニョムソースなんです。ヤンニョムソース、はい、韓国のですね、まあ、この伝統的な、あの調味料の一つですね、辛味噌であったりと、あ、辛いんですか？そうです、ちょっとピリ辛なんですけども、ここの韓国風のこのヤンニョムソースをかけた唐揚げ、出来たてでですね、すごい美味しかったです。美味しそうです。すごい美味しかったです。これもう熱々なんですよ。もう美味しいが顔から表現されてますね。そうです、もうね、あれ一カップペロリと僕も食べちゃいまして、あー、いいな。そうです、本当美味しかったんですけども、食べてますね。食べてます、お祭りですから。そしてですね、いい、一緒に取材行きました、はい、中井ディレクターも、お、あ、あの顔見てください。嬉しそうですね。完全にピンと合っておりますね、お肉に。ロックオン。ロックオン、はい、もちろんね、一口で食べました。はい、本当に美味しかったです。ちょっと唇にあのヤンニョムがね、ヤンニョムがついてますけども、幸せそうです、ね、その他にもですね、はい、まあ、これ揚げアイス、揚げアイスデザートですよ、これですね、シューアイスをですね、はい、まあ、表面にこのコーンフレークとかつけてですね、はい、揚げるんですよ、一気に。そうすると、溶けないんですかね。はい、周りはあったかくてサクサク。須藤さんの目が気になりますけど、飛びれそうです、ね、これ口についてるの言ってくれてもいいのにって思いますよね。でもこれ中は冷たくて外はサクサクで暖かくてすごい美味しかったですよ。中は冷たいんですね、うん、不思議な初体験の感覚でした。美味しそうですね。そしてですね、ひときわ賑やかだったのがこちらのテント。お、これ硬式野球部のですね、部員さんたちがですね、はい、うどんを作ってるんですね。うどん、そしてですね、僕秘伝、あ、秘伝ってもうネタ言っちゃいました、もう先に言っちゃいましたけど、こうね、ええ、こだわりあるんですかって聞いたら、ええ、秘伝の出汁だと。秘伝の出汁、秘伝の出汁を使ってるってことですね。こだわりがあるんですね。僕も早速こちらいただいてみました、はい、こちら美味しそうですよね。美味しそうですね。シンプルイズベスト、うん、あれはわかめとネギと麺とつゆだけですけどもね、はい、これ本当に美味しかったです。このやっぱりちょっとね、秋、まあ今日も15度とかですので、はい、寒いじゃないですか。そうですね。このね、うどんとスープが染み渡る、 あったまりますね。これ自分で見ても思うんですけど、美味しそうに食べてますよね。美味しそうですよ、はい、こう本当美味しくてペロッと食べちゃいました。へー、あ、はい、本当だ、空っぽになってます、ね、すぐですよ。そしてですね、うん、この容器に僕注目してほしいんですけれども、はい、これリリパックっていうものなんですね。リリパック、はい、これですね、はい、このパックの、容器の横に爪がついてまして、うん、それを折り曲げてですね、はい、ギュインとやるとですね、これ今これパンフレットに書いてるんですけども、はい、まあ、エコ活動をしようということで、これフィルムが剥がれるんです。あ、なるほど。そうなんですよ、容器の内側に貼ってあるフィルムをああやって剥がすことで、うん、容器が全然汚れていない。わ、すごい綺麗ですね。そう、そしてフィルムがですね、はい、ああやって取れることでですね、まあ、フィルムを燃えるゴミ、そして容器をリサイクルするこのエコ企画というのもですね、学校で行われてたということなんですね。なるほど、うん、さあ、そしてですね、はい、まあ、学祭といえばこちらステージのイベント、チアリーディングの方々もですね、はい、本当非常に可愛らしくてですね、でも本当動きも迫力があって、音楽に合わせてやっぱりパフォーマンスしていただいているので、結構激しいですもんね。激しかったです、このチアリーディングの人たちもですね、まあ、こう簡単にね、いろいろな技をね繰り出すのでですね、そんな簡単にできるんですかって思って、はい、終わった後僕お話も聞いたんですよ。そうなんですか。はい、このこれ見てください、三段タワー、すごい。これも一番上の彼女はですね、はい、
くの市かのようにシュシュッと登っていくので軽々と、はい、でお話聞いたらですね、なんとやっぱり4ヶ月も練習していたそうです。あ、そうですか、はい、外部からですねコーチを呼んでですね練習してということで、ね、非常に大変だったみたいですね。そしてこちらですね IBS 茨城放送さんですね、はい、1日こちらですね生公開というねブースも出展しておりましたし、 その他にもですねこういったミスコンですよね、やっぱり大学といえば綺麗な方の写真がいっぱいですね、はい、ミスコンも行われていました、うん、そして僕ですね近くのこの茨大生にですね、はい、お話聞いてなんかおすすめのブースを聞いたらですね、スキー部がやってるお化け屋敷がどうですかっていうお話なんで、お化け屋敷その場所まで行ってきました。おでですね、まあ、なんでこんな微妙な表情してるかと言いますと、はい、これ次ですね見ていただいたら分かるんですけども、行列なんですよ。すごいすごい人気なんですね。あ、こんなに怖いのかなって思いながらですね、並ぶこと30分、30分並んでようやく僕も中に入ることができて、このお化け屋敷に入って最後ですね、戻ってきたんですけれども、どうなんですか、どうですか、はい、お化け屋敷はそうですね、怖いというより、思わず笑ってしまう、あ、そうなんですか、やっぱり学祭なので、本当の怖さとはないんですけども、でも中は真っ暗で懐中電灯一つで、はい、こうね歩いていく、僕実は苦手なので、あ、怖いの苦手ですかとか言いながら歩いてしまいましたけどもそうですか、本当にね大人気でしたね。本当そうです、大変大人気でスキー部も毎年恒例だったということ。あ、そうですか、はい、はい、ね、皆さんも来年こそ、こうね、今年行けなかった方は支援さん、行ってみてはいかがでしょうか。本当に楽しい学校祭でした、はい、さあ続いてはテクテク茨城界隈散歩道です、はい、本日はどこを行ったんでしょうか。今回は沢内さんは中港の、はい、とあるパン屋さんに行かれたそうで、パン屋さんなんですね、老舗のパン屋さんだそうですので、はい、はい、ぜひご覧ください、どうぞ。いっぱいありますね。たくさんパンがあるんですけども、おすすめは何ですか？おすすめはうちはアンパンですね。アンパンですね。アンパンというとこちらですか？こちらがオグラですね。オグラのこちらにこしあんが。はい。もうすっごいパンのいい香りがしてますね。ます私実は小さい頃からこのお店によく来ていて、はい、アンパンも、まあ、好きなんですけど、あとカレーパンとか、はい、すごいシンプルな味わいで、そうですね、とっても美味しいですよね。昭和5年におじいさんが作り始めた時からアンパン変わらないでやってるんで、あ、そうなんですね、はい、まあ、でも生地の方は一晩寝かせて発酵させて、はい、あんこの方は薪で今でも練ってるんで、薪で、そうなんです、やっぱり独特な風味があると思います。そこが美味しさの秘密です。そうですね、幸せだな。普段は、お二人ですか？
家族でやってるんですね。はい。なんか私が小さい頃来た時はなんかおばあちゃんがそうなんです、いた記憶なんですけど。そうなんですね、はい、でもずっと味が変わらずすごいですよね。そうですね、やっぱり、あのおじいさんからお孫さんまであのお客さんの幅がありますんで、はい、やっぱりご一緒でそういう感じの方がいらっしゃるんでね、はい、うん、やっぱり大事に継いでいかないといけない味なんで、はい、幸せのパン屋さんです。そうですね、じゃあアンパンをいただいてもいいですか。はい、はい、続きまして IBS 茨城放送スクーピーレポートです。はい、今回は光明寺の改装工事についてのレポートです。どうぞ。はい、私は今笠間市平町にあります浄土真宗大谷派光明寺というお寺にお邪魔しています。こちらのお寺800年の歴史のある非常に古いお寺となっていまして、こちらには市の指定文化財であります木造阿弥陀如来立像というのがあるんですね。今その阿弥陀如来の立像を目の前にしているんですけれども、非常にこう気持ちがふっと軽くなるようなそんな雰囲気がこちらの建物には漂っておりまして、さあそんな800年の歴史にあるこちらの光明寺なんですが、老朽化に伴いまして現在改修工事が行われています。はい、檀家の皆さんやそしてこのお寺を守っている住職の皆さんの思い、そしてリフォームをされている方の、携わっている職人の皆さんにこの時間はお話を伺っていきたいと思います。まずはこちらのお寺の住職であります岡本明秀さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。岡本住職、こちら800年の非常に古い歴史がありまして、昔はこちらのお寺地域の皆さんにとっては集まる場所、そして学校や遊び場になっていた場所でしょ、そういうふうに伺いましたね。まあ、どこのね、あの私の寺ばかりじゃなくて、うん、昔は寺子屋といってね、うん、子どもさんを集めて、いろいろね勉強させたり、うん、今ねそういうこともありますからね、はい、ですからあの、まあ、地域の子どもさんは、まあ、まあこの辺をやる遊び場として、うん、おったわけですね、うんなるほど。あのそんな皆さんに親しまれていますこちらのお寺なんですけれども、はい、どういったお寺なのか簡単に説明いただけますか。そうですね、うん、あの先ほど申しました、
ここの階級はですね、宇都宮頼綱の家臣でして、ね、うん、はい、宇都宮頼綱城が出家しまして、うん、その家臣だったここの階級岡本右近高成と申すんですけども、はい、あれ一緒にね、うん、真のやる頼綱というのですね、うん、出家しまして法然上人の弟子となるわけですね、うん、でここに嫁ぎからですねこちらに居を求めてですね、うん、こちらに移住したわけですけども、うん、はい、はい、本当にこういろいろといろんなものがこう集まって、そして800年という今まさにこの現代にも残っているということなんですけれども、このお寺を残すということにも非常にまあ労力でありますし、まあ、資金面でもたくさんのものが準備が必要だと思うんですが、今回のそのリフォームに関しまして、さまざまな方たちのご協力があったと伺いました。続いてはこのこちらのお寺の改修にご協力いただきました檀家の代表の方にもお話を伺いたいと思います。檀家総代の中村秀夫さんにもその思いについてお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この度のですね、国の改修にあたりましては、うん、光明寺檀家の皆さんに大変ご好意をいただきます、うん、多額のご寄進をいただきました。また工事に携わっているリフォーム常用さんには技術を生かしていい工事の進捗をされているというような現状であります、うん、心から檀家の皆様には厚くお礼を申したいと思います。うん、やはりこういうふうにこのお寺をもうきれいにしよう、そして残していこうという皆さんの思いが今詰まっているわけですね。はい、そうですね、はい、いろんな意見がありまして、うん、これを新築をしようか、以前からそういうお話がありました、うん、でも新築をするよりもですね、歴史のある栗を残せるだけ残して、うん、で、立派な技術を持ったリフォーム常用さんに、お願いして、うん、お住まい住職のお住まいが日々、使い勝手のいい、うん、お住まいにしていただくということで、常用さんにお願いをして今工事が進んでいるところであります。うん、はい、さあそんな皆さんの思いを受けて、そしてその工事を行っている方にお話も伺います。先ほどもお話がありましたリフォーム常用の社長であります徳井義晴さんにもお話を伺います。はい、徳井さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあこちらの今まさに改修工事が行われているんですが、どの部分を今まさに工事されているんでしょうか。はい、今総代の中村さんからお話がありましたように、栗という場所を、はい、リフォームさせていただいております。主に3部屋ですね、うん、8畳間がこう続きの間がありまして、うん、まあ、そちらの方の改修と周り廊下ですね、それから大事なお手洗いですね、うん、そちらの方の改修をさせていただいております。うん、今私がお話ししている建物の外に出て渡り廊下を歩いてあるところに今まさにその工事の現場、改修工事が行われているところがあるんですが、徳井さんこういった古い建物を残しつつ新しい技術を加えてさらにこの守っていくという技術、非常にこう大変な部分多いと思うんですがいかがでしょうか。はい、この800年の歴史というものは本当に大事なものだと私は思います。まあ、木の家というのはしっかりした素材でできていればですね、年輪の年数だけは持つというふうに言われてますので、まあ、周り廊下も樹齢300年の今度は松の廊下にしましたので、まあ、何百年とこれから使っていただけるような建物できると思います。うん、新しいものも入れつつもその今まであったものも生かしてこちらの建物を残していくという技術もあるんですよね。そうですね、やはり柱が曲がったりねじれたりというものをですね、ワイヤーで引っ張ってまっすぐにしたりしながらですね矯正して、さらに強い家にしていくというのが私たちの仕事です。うん、
そしてそういった建物によってこういったこの像ですとか、そして今までずっと残ってきた壁の絵ですとか、そういったものが守られていくわけなんですね。この時間は、こちらの光明寺の住職であります岡本昭秀さん、そして檀家総代の中村秀夫さん、そして今回の工事に携わっておりますリフォーム上用社長の徳井義治さんにお話を伺いました。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。今日この時間は笠間市平町にあります浄土真宗大谷派光明寺の改修工事の話題をお伝えしました。続きまして、こんにちは県立病院をお送りいたします。今回は子どもの感染症予防についてお届けします。どうぞ。いわき大医療ワンポイントアドバイス、こんにちは県立病院ですのコーナーです。このコーナーは毎回県立病院のスタッフの方々にお越しいただいて、正しい病気の知識やその治療法について分かりやすくお話しいただくものです。今回は子どもの感染症予防について茨城県立子ども病院の竹井千恵子看護師長にお越しいただきました。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は子どもの感染症予防の中でも呼吸器系の風邪や消化器系の胃腸炎についてお話をしたいと思います。はい、子どもは感染症にかかりやすいとよく言われますよね。はい、この子どもは免疫がないので初めてかかる感染症が多くなります。お母さんからもらった抗体は生後6ヶ月以降には減っていきますので、感染症にかかり高熱や脱水などの状態が続くと重症になることもあります。かからないように予防することが大切ですね。なるほど、まずは予防が大切なんですね。ところで感染症はどのような仕組みでなるのでしょうか。はい、感染症の原因となる細菌やウイルスなどは数えきれないほどたくさんあります。体内に菌やウイルスが入り何らかの症状が出ると感染症になります。免疫力が下がって菌やウイルスが体内に入ると病気になりやすくなりますので、免疫力を高めて抵抗力をつけると良いですね。免疫力を高めるにはどのようにすればよろしいですか。予防接種があるものは積極的に接種していただいて抗体価を高めることと、月並みですが、規則正しい生活をすることです。睡眠不足や栄養の偏り、ストレスなど免疫力が低くなると言われていますので、やはり子どもはよく食べ、よく遊び、よく寝ることが一番大切ですね。なるほど、抵抗力をつける以外にも予防法はあるんでしょうか。はい、まず菌やウイルスが体内に入らないようにすることです。子どもに多い呼吸器系の感染症には一般的な風邪やインフルエンザなどがありますが、これらは飛沫との接触によって口の中に運ばれます。菌やウイルスのほとんどが咳や唾液に含まれていますので、飛び散ったものを吸い込んだり手から口に運ばれると感染してしまいます。ですので咳をしている人はきちんとマスクをして撒き散らさないようにしたり、よだれや鼻を噛んだら手を洗うようにしましょう。周りにいる人もマスクや手洗いをこまめにしましょう。食べる前には必ず手を洗うことも大切ですね。汚れが落ちにくい場所や指先、指の間、親指の付け根、シワの部分、手首などを意識して洗うと良いでしょう。わかりました。家の中で誰かが風邪をひいている場合も同じでしょうか。そうですね、基本的には同じです。家の中で一人でも風邪をひいていると順番に風邪をひいていくことがよくありますね。それは密閉された部屋に長時間一緒にいますので感染しやすい状況になりますね。小さい子どもは自分から予防はできませんので、大人の方が気をつけてあげましょう。咳や唾液が飛び散った場所やドアノブ、椅子、リモコンスイッチなどはみんなが触れますので、こまめに掃除をしましょう。また汚れたものはそのままにしないでビニール袋に密閉しましょう。なるほど、嘔吐や下痢の消化器系の感染症についてはどうでしょうか。嘔吐や下痢を起こす感染症には細菌とウイルスが原因となるものがありますが、総称して感染性胃腸炎といいます。食中毒とかロタウイルス、ノロウイルスなどがそうですね。これらは吐物や糞便の中にある菌や
ウイルスが飛び散ってそれに触れた手から口に入って感染します。おむつや汚れた衣服などを放置しているとウイルスが乾燥して浮遊しますので吸い込んだ人も感染するんですよ。特にノロウイルスは感染力が強いので小指の頭程度の1グラムの便の中に1億個以上、吐物1グラムに100万個以上のウイルスがあると言われています。ほんの少しでも胃腸炎になることがあります。そんなに少しでも感染するんですね。ではどうしたら予防ができるのでしょうか。はい、風邪と同じようにマスクや手洗い、掃除が有効です。よく洗って流してしまえば菌やウイルスは取り除けますので、消毒をする場合は 60% 以上のアルコールや漂白剤に使われている次亜塩素酸ナトリウムという成分の消毒剤で掃除すると効果的です。吐物や便には 0.1%、 掃除には 0.02% になるように希釈して使います。ただし漂白剤ですから色が抜けたり金属が錆びる、臭いがきつい、手が荒れるなどがありますので、注意しましょう。また作り置きができませんので、その都度作れるように準備しておくと良いでしょう。なるほど、いつでも作れるように準備しておくといいということですね。ところでこのような予防はいつまで続ければいいんでしょうか。はい、症状が治った後でも菌やウイルスは人に感染する力が残っています。インフルエンザなどは熱が下がっても 4,5 日ぐらい、感染性胃腸炎は1週間ぐらい体外に排泄されていますから、予防しないと感染してしまいます。症状が治まっても体から排出されていて、分からないうちに広がっているんですね。その通りです。感染症が治ったと思っても数日間は人にうつす可能性がありますので、感染症になった人も周りにいる人も予防対策をしっかり行ってほしいですね。分かりました。今日は茨城県立子ども病院の武井さんにお越しいただきまして、子どもの感染症予防についてお話しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、明日のいばキラ TV ステーションのゲストは、はい、明日はどんぶり王座決定戦というイベントについてお話をお伺いしたいと思います、はい、どんなイベントなのか楽しみですね。いいですね、やっぱりどんぶり男飯って感じしますよ ね、はい、ね、美味しそうなお話が聞けるんじゃないでしょうか、はいはい、さあ、そして今夜9時のいばキラナイトはみなこ一個の今夜も足がつりっぱなしです。ぜひご覧ください。それではこの後も笑顔あふれるキラキラの夜を。